どうも激辛ジョニーです。今日もみんなお尻気をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということでね、今回からちょっと新企画ということで、激辛ジョニーに激辛対決で勝ったら1万円ということでね、歌舞伎町今東横にいるんですけれども、この界隈でですね、一般の方にちょっと声をおかけさせていただいて、激辛料理早食い対決で僕より早く食べたら1万円差し上げるという企画でございます。それではね、早速いきましょう。1人前なんですけど、多分いける。大丈夫ですか？え、今から行けます？じゃあ大丈夫ですか？あ、じゃあ行きましょう。マジですか？いいですか？ちょっと俺薬入ってるから頭フラフラだけどきっと大丈夫。お薬注入ですね。お薬注入してから。お名前は？ゆうでいいよ。辛いの好きなんですか？あ、そんなに。あ、ちょっと待ってね。はい、大丈夫ですか？いつも東あそこ東横にいるんですか？大体東横キッズってやつですか？もうキッズって言える年なのかな。なんで皆さんはあそこに集まるんですか？ああ、俺前の会社で打つんだって。あ、全部飛んできたから。あ、そうなんですね。心の拠り所みたいな感じですか？そうだね。前は何のお仕事されてたんですか？現場土木。お住まいこの辺なんですか？あ、今居候してる知り合いのホストのところで。今日ご飯もう食べたんですか？今日なんか食べたっけ？覚えてないかも。朝から薬入ってるから覚えてない。薬っていうのはちなみにどういった大麻とかですか？いや違う、普通に合法のやつを40錠くらい飲んだ。あ、ちょっと錠剤的な。なるほど。大丈夫なんですか、置かれたそれで？まだ生きてる。確かに。早死にしたい。ゆうさんはじゃあ普段どんな食事取られてるんですか？おにぎり。おにぎり、コンビニとか。うん、食べるのがめんどくさいから。うん。他、彼女とかは？彼女、あ、さっき、髪の毛カラフル。あの、キャッチやってた子じゃないですよね。キャッチ、どっちもキャッチやってたけどね。どういった、感じでお知り合ったんですか？広場で声かけた。まあ、ナンパですね。ナンパみてえなもんだね。すごいですね。3日くらいアタックしたらいけた。そんな大して稼ぎたいわけでもないし。何かしたいとかもないっすよね。ないね。したいことがあったらここにいないよね。うまいもん食いたいとか、セックスしたいとか。それこそあんまり飯に頓着ないし、はい、セックスもそんなにしないし、疲れることをしたくない。仕事以外で。それ、今お仕事もされてるんですか、じゃあ。暇な時に、あの、バーテン隊に行ったりとか。なんかみんな買ってくれるから、金なくても困らないし、初対面でもみんな買ってくれる。人付き合いは好きだね。だからそれを仕事にしたいんだけど、はい、なんかいい仕事ないかなって感じですね。いや、バーテンじゃないですか。そう、バーテンしかない。バーテンが今一番しっくりきてる。ただなんかいい感じの店が今のところ見当たってない。激辛挑むあたっての意気込みは？晩ご飯ごちそうさんです。今日の試合会場こちらになります、ゆうさん。辛麺や花火。本当。はい、こちらになります。今日食べていただくのは、こちらの裏煉獄。これで激辛勝負。先に、汁まで完食した方が勝ちと。なるほど。で、もし、ゆうさんが僕より早く食べたら、1万円。おう！失礼いたしました。裏煉獄来ましたね。うわ、辛そう。唐辛子の匂いしかせん。来ました。こちらが、裏煉獄になります。はい。もう麺が見えないですね。唐辛子の匂いしかしない。ラーメンの匂いじゃない。くれぐれも無理だけはしないようにしていただいて、まあでも1万円もありますから。3、2、1、いただきます。これうん、辛いね。辛いっすよ。
やばいこれ。やばいこれは。あーすいません。口が痛い。いやこれやばいっすよ。今まで食べた辛い料理の中で何番目？いや一番辛いっすよ。替え玉行きます。替え玉。いや無理これは。替え玉したいって言ってたじゃないですか。明日お腹痛くなるやつ。うん、すげえな。諦めないでください。うん、痛い。だってもう胃が痛いもん。よくこんな体張りますね。胃がおかしくなる。これはやばい。これってジョロキアが入ってるんでしたっけ。ジョロキアはそれはもう入ってなくて、今キャロライナリーパーが入ってます。 ありがとうございます。キャロライナリーパー知ってますか。過去に世界一辛い唐辛子としてギネスに登録された唐辛子です。どうですか、初めて食べました。初めて食べました。胃が痛い。ちょっとこの後酒飲む予定だったのにこれは飲めないですわ。ごちそうさまです。このままいったら食い切るの1日かかります。もういいっすか。じゃあやばいっす。もうあの薬のせいで胃がもうやられちゃってるんです。もともとよく行きましたね。やばいっすよ。もうなんか相手にならないっす。じゃあ牛乳買いに行きますか。普通に対決とか抜きで食い切ったら1万円って言ったら食い切ります。いや無理あるよ。無理っすか。どんだけ時間かけてもいいって言われたら気持ち悪いっすもん。だって痛すぎて。いやもう麺食った瞬間にあ、これ汁飲めよってなりました。僕これにしますけど、飲むヨーグルトも一応。あ、じゃあ同じのがいいです。同じにしますか。じゃあありがとうございます。辛いの食べたら牛乳飲むって覚えといてください。ゆうさん今日はじゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。辛いのとか好きですか。あ、好きです。お伺いしてますか。春です。辛いの食べて、はい、お腹痛くなったこととかってありますか。ないです。激辛グルメ2005年ナンバーワン。うおー辛そう。どうですか、ちょっと匂い嗅いでみてください。辛そう、